どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、ライトニングには落ちる法則があるということですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、こちらのシャーベットタワーで検証していきたいと思います。まずはライトニング5発。ライトニングはですね、落とす発数といいますか、1発目はこのように落ちて、2発目はこのように落ちるというですね、法則が必ずあるんですね。そちらを今回検証していきたいと思います。まずは1発目、見ておいてくださいよ。どのように落ちるかというのを見ておいてください。ではどこに落とそうかな。ちょっとタウンホールに落としたいと思います。ライトニング一発目ご覧ください。一発目、はいはい、今の一発目ご覧ください。私ちょっとですね、手書きで申し訳ないんですけれども、このように、まあこの赤い部分が結構その固まって落ちる場所として捉えてもらえばいいんですけれども、まあ基本的にはその右下に落とせば、結構そのユニットを殺せますよね。まあその左上に集中しているので、倒したいユニットの右下に一発目のライトニングを落とすことによって たくさんの援軍を殺せるかなと思いますね。例えばネクロマンサーの右下であったり、あとはアーチャーがたくさん固まっている右下に落とすっていうのが一発目のライトニングが重要だと思います。そして2発目見てみましょう。ではまたタウンホールの入り口ら辺に落とします。2発目、はい、ご覧いただけたでしょうか。タウンホールの入り口ら辺に落としたんですけれども、こちら画像をご覧ください。ドン。まあこんな感じで、今回は赤いですね、まあところが右に寄ってますよね。なので2発目のライトニングはユニットの左側に落とすことによって、たくさんのユニットを倒せるかなと思いますね。はい、では3発目見てみましょう。いきますよ。タウンホールの入り口ら辺を落とします。3発目、はい、ご覧いただけたでしょうか。画像をご覧ください。このようにですね、まあ3発目は基本的に落ちたところにですね、基本的に集中するので、あの3発目のライトニングは例えばネクロマンサーの上とかに落とせば、タップした場所に基本的に集中して集まりますね。はい、では4発目見てみましょう。4発目タウンホールの入り口に落としました。はい、こちらもですね、まあ、画像をご覧ください。まあなんか基本的にはちょっとなんか左下かなとは思うかな、ちょっとそういう気もしますけれども、基本的に4発目もライトニングをですね、真ん中に落としたところに基本的に集中すると、考えてもらって結構です。では5発目見ていきましょう。まあ、5発目のライトニング、まあ、5発目にライトニングを使う人はいないと思うんですよね。最初にジャンプを使って、次レイジ、フリーズ、ライトニングという順番で使っても次のような、落ち方になります。いきます。5発目タウンホールの外押しましたが、はい、今回もですね、見ていった通り右下に落ちるかなという感じがしますよね。まあ右下、右ら辺ですね。ということで まあ見ていきましたけれども、まあ今回のこれはあの本当にもう何回も言ってますけれども、ライトニングを何発も持っていくわけではなくてですね、ライトニングを何個目の呪文として使用するかによって落ち方が変わってくるんですね。まあ、本当もう何回もくどいですけれども、1発目にジャンプを使って、2発目に、ライトニングの呪文を使ったらライトニングは右寄りに落ちるという感じでですね、そのライトニングを5発持ってかなくちゃこういう落ち方をしないのではなくて、いろんな呪文と組み合わせて使っても何個目に使うかによって落ち方が変わるということなので、ぜひともですね、これを空軍を使う人とかはですね、もうぜひともこれは習得して、やっぱ空軍のね、その援軍処理はこうライトニングでしたりとか、そういうのが大事になってくると思うので、あとはそのゴレゴとか、まあ、基本的にライトニングで援軍処理をするケースではもう必須項目になってくるかなと思いますので、ぜひともですね、まあ、タウンホール9の方10の方はもう知っている方非常に多いと思うんですけれども、今のタウンホール8の方とかね、これからタウンホール9になるよとかまだ知らない方のための動画でした。ご視聴ありがとうございました。